お疲れ様でした。今日お疲れ様でした。今日のねライブの出来はどうでしたか。今日のライブの出来はまあそうですね、まあ、反省点はいろいろあったんですけど、でもイベント自体すごく楽しくて、はい、でやっぱライブが、うん、ジェイドのライブがオリジナルとしては震災後まあ初めてだったので、すごく、まあ、楽しかったです。はい、はい、なんか課題とか見つかりました。課題はですね、まあ、やっぱその演奏面だけではなくて、そのステージの見せ方というか、まあ、ステージの動きというかアクションというか、そういうのを、まあ、もっと意識してやらねばなとは感じましたね。なるほど。では今後の、ね、課題を一つお願いします。今後の目標など。はい、そうですね、まあ、その練習スタイルを、まあ、変えていくっていうことと、あとやっぱプロ意識をもうちょっと強く、していって、で、まあ、どんどん高みを目指していくことじゃないかなと思います。次は10月1日ですが、心意気を一つお願いします。はい、10月1日、まあね、今日9月17なんで、まあ、あと2週間ですね。そうですね、ライブ2週間ですね。本当にもうすぐなんですが、まあ、次のライブは今日よりももっといい形で素晴らしいライブにしたいなと思います。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。